さあでは、最後に早稲田実業へのエールを込めまして今大会ここまでの軌跡をご覧ください。ワンボールツーストライク、次のボールストライク、最後は外いっぱい、見逃しの三振。打ってレフトへ、さあここもセカンドランナーもサードを回る。4点目が入ります、早稲田実業。1点ドランキーないですよね。井上打って、さあどうか、受けた、センターが追いつきます。これが素晴らしいプレーが出た。三沢雄斗が飛び込んでいきました。ちょっと動きましたよ。く勝ちましたね、本当に。いや本当この試合がエポックメイキングな試合でね、全然これは宇野の満塁本。グランドスラム、高校通算64本目は逆転のグランドスラムになりました。苦しかった試合をものにしたのは第4シード早稲田実業でした。迎えた3回表、日大二高先発鈴木克也が制球を乱します。3連続フォアボールでワンアウト満塁、当日に訪れたビッグチャンス。打席には6番山中。初球をレフト前へ、三塁ランナーがホームイン、早稲田が1点を追加。この回打者17に9安打の猛攻で12点を奪うビッグイニング、13点のリードを奪い勝利を大きく引き寄せます。最後監督がこうやってちょっと寝っ転がりで ね、はい、なんかこうなんか選手たちの仲の良さ感じましたね。そうですね、うんうん、でも本当に、すごい試合を勝ってきましたね、早稲田実業。素晴らしいゲーム展開でした。もう本当にもしかしたらどこで負けてもおかしくなかった中 で、そうですね、それを全部耐えて耐えて、勝ってきた中で今日も耐え切って勝ったなって感じでした ね、 そうですね。さあ甲子園での活躍はどんなことを期待しますか。はい、ピッチャー陣がちょっと失点が多い試合が何ゲームかあったんですけれども、はい、うん、今日の最後に投げた、川上君なんかを見ても、うん、もう一度、リセットして、はい、調整すれば十分、全国でも戦えると思いますので、はい、打線は折り紙付きですのでね、楽しみにしたいと思います。はい、もうエンジンに染めてください、はい、皆さんで、はい、そして、明日はですね、東東京大会の決勝戦が行われます。帝京対関東一高、さあこちらの楽しみお願いします。はい、もう両チームとも盤石のチームですので、はい、機運がどちらに傾くか、はい、もう本当に、明日の試合楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで、明日でいよいよこの東西東京大会が全て終了するということになりますが、はい、まだこの東東京のこの熱い戦い、そしてカードも非常に楽しみですので、皆さんも応援ぜひよろしくお願いします。はい、球児の皆さんも悔いの残らないようにしっかりと頑張ってください。それでは頑張れ高校球児。この番組は
タクトホーム、他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。